どうもこんにちは、池近です。今日も映画のにやっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。夜でーす。鼻がムズムズします。今日は普通に明日上がる動画だから、今日何した？2月の今日何したっけ、何日かわかんないですけど、いい感じの日に撮ってるんですよ。動画上がる前日ですね。はい、撮ってるんですけど、肌がやばいです。今日なんか20度いったらしいよ。18度、19度みたいな、わからんけど20ぐらいまでいったらしいんで、もうおいやパーヒナイス、こうしていきましょう。よろしくお願いします。今日からここはリングです。いや、今日からここは花粉症です。甲子園大会2回戦でございます。よろしくお願いします。やっていきましょう。よかったらチャンネル登録、高評価してください。よろしくお願いします。鼻がぐじゅぐじゅ、そして口も回りません状況でございます。ちょっとしばらく2ヶ月間ぐらいは 鼻声で驚きたいと思います。鼻声抜きつかです。どうも二つ長鼻声抜きです。よろしくお願いします。やってみましょう。もう滑舌も回らない、滑舌も、もういいや。そうさ 100% 勇気よ。鼻がもう体力的には 0% 勇気なんだけどね。よし、手流しでいきましょうか。千葉20本までいけっか。無理か、さすがに。おい、三振すんなよ。ほら、こら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 、三振はよろしくないね。三振はよろしくないよ。ダメよ、三振はダメよ。あなたに三振はね、ダメ。もう NG、OK。もうNG ワードで、もう P 音になるからね。三振は。三振した瞬間 P 音。よし、コンドゥー。コンドゥーです、コンドゥー。コンドゥーとりあえずここ打ちまーす。コンドゥーなら打てるでしょ。あー、まあいいね。しっかりとなんか、三塁ランナーを返そうっていう意識は大事。OK! ナイスコンドゥー。コンドゥーで思い出したけど、皆さん、あれだね、キューバ代表がなんか結構話題になったりね。なんかよくわからないピッチャー、背番号41、よくわからない背番号41が投げて、ツイッターの浅味噌さんいるじゃない、赤味噌さんもいらっしゃるじゃないですか。赤味噌さんが特定したんだけど、よくなんか謎の選手だったらしいよ。本登録されてない選手がなかったらしいで、キューバ代表恐るべし。キューバ代表今、いまだに4番デスパイレだもんね。今、なんかあんまり言っちゃったことしてたかもしれないですけど、人材難がやっぱ激しいらしいよね、キューバって。まあ、グラシアル、デスパイナあたりがまだ、主流化張ってるってことだもんね。あと、グリエルさんだって、ガリエルさんだって、ガルビスさんだ、ガルビスあれだ、ホークスのセット。はい、らしいよ。今、キューバ代表、まあ、全盛期がね、キューバってすっごい強かったからさ、亡命がやっぱできちゃったからだよね。まあ、ちょっと今年、楽しみですね。日本代表。ダルビッシュさんも、あれでしょ？もう、キャンプ入りしてるんでしょ？いや、もう、それくだけでもかなりワクワクするよね。ほら、ワクワクそっと。くしゃみが出そうですと。くしゃみが。もう、この時期はくしゃみとの戦いです、皆様。花粉どうです？暖かくなってくるとさ、本当に花粉ばっかりムカつくんだよね。本当に嫌だ。なので、花粉、あるじゃん。この時期のさ、冬明けてさ、春があってさ、その後なんか梅雨が来てさ、あれだるじゃん、そう、あれね、みんな、そう、夏が来るじゃん。俺もう、冬飛ばして一気に夏になってほしいもんって。肌がえぐいと、肌が。もう、鼻がえぐいって言えないからね。肌がえぐいと、肌がえぐい。よし。アバタケタブラー、いけ、アバタケタブラー、超える超えたわ。よし。アバタケタブラー聞いたわ。俺のアバタケタブラーだわ。おい、スイカツァー。その辺りで3塁まで行けるのすげえわ。左中間打って、左中間のはすごいと思うよ。そして田中です。私田中です。僕田中です。我田中なり。あ、シバンジュさん切りましょう。オッケー、取れるよ。ナイス。赤月太郎。いいね、赤月太郎。素晴らしいよ。で、歓喜です。最近はね、なんかペナントの動画と栄冠9の動画を1本ずつ撮るっていうね、サイクルになってきてるんですよ。毎日これを繰り返せば貯金ができるんじゃないのかなと思うんですけど、まあなかなかね、私の動画撮るサイクル的にね、毎日続かないですよね。あ、そういうも曲も覚えなきゃいけないからね、ちょっと明日もしんどいかもしれないけど、頑張りましょう。抜ける、オッケー、番長さん、いいね、番長さん。今日も走るよ、番長さん。セーフティーしてみようか、あえてね、あえて、セーフ！オッケー、ナイス。今のあたりでセーフにするのさすがだわ。さすがすぎた。よし。背中し。千葉、マジで頑張れ。マジでかませ。かま、
ようやく出番が回ってまいりました。8回です。10対1。まあこのままもう1試合いくからね。まあサクッとでいいよ。とりあえずサクッとで、サクッとでいきましょう。サクッといけ。ルイに奥山とを越えて、オッケー、ガッツナイス、ワイ、素晴らしい、素晴らしい、本当に素晴らしい。今のゲッツーじゃなければ1点取られてるからね、まあ、そこよ。なんか最近何バット回すの流行ってんだよね。くる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 。お前ら何を回してんだ。未来にかけてるよ、そのバットで。オッケー、ナイス。今のプロスプラット抜かれてたわ。あらあら、あらあら、8回までなし。まあここファイト切るべ。ファイト切って、まあ引っ張るだけ引っ張ってみようぜ。いける。おい、来ましたね、レーズンズ、ゴー、ビッグフライ。チマッチ、スカッチ、ワンタッチ。緩急、最近ね、俺朝に動画撮るのやめたの。眠いから。動画撮ってる時間で俺は寝てたい。気づいてしまった。この世の真理に。あの、哲也さんが出してた、東海オンエアの哲也さんが出してた歌だよね。俺は気づいてしまったの、この世の真理に。朝は眠いから寝てよ。代わりに空いてるタイミングで動画を撮ろう。いや、気づいてしまったね。まあ、朝ね、7時に起きるのしんどいんだよね。だったら7時50分まで寝れたいよね。だから俺は最近は7時50分まで寝るを撮ってます。おい、出すなよ、番長さん。俺もう次の試合、レッツラゴー言う準備できてたんで、できるぐらいで今会話終わらせてたんだからさ。うっとって惜しかったよ、今のアウト。あーダメよ、ダメ、ダメ。ちょっと待って、マジで。動画の時間長くなったらさ、俺風呂入る時間遅くなんだよ。マジでお願い、バッジさん。バッジさん、マジで切ってくれ。お願い。次の試合、レッツラー、ゴー！オッケー。よーし。バッジさん、空手長、空手長？空手長。あ、その戦力なんだろう、これ。なんか見てなかったわ。その戦力、B ぐらいかな。当てられたら褒めてね。当てられたら B かなって褒めてね。B だと思う。予想ね。C でした。沼津高校ね。なんか、漁船、お魚美味しいかな。沼津ってさ、刺身だったよね。確か、海鮮丼美味しかったイメージ。お、取ってよ、今のは取ってほしかったわ。まあいいけどさ。大学で。ゲッツー取ってゲッツー。あー、オッケー。田中フェーズ超えろよ。フェーズ超えてこそキャッチャーでしょ。2番キャッチャー、かっこいいな。2番キャッチャーってかっこいいな。対左 F 対、対左 F。どれか勝つ、あ、じゃあチャンス F。チャンス F、ピーチ F。わかんねえよ。こっちになるわ。よし。ゲッツ。ゲッツ。あ、まあ、ゲッツ止まっていいや。オッケー。いや、一個一個アウトの方が大事。そろそろさ、タイピン上げてくんね。いや、いや、いいよ、別に。上げなくてもいいや。日本代表なんかするのがいい。オッケー、ナイス、小林。いいよ。雨降ってる甲子園の中、どんだけ打てるか大事だからね。オッケー。なんか、二塁まで行って点取れないのマジで、ムカつくから取ってくれてよかったわ。よし、コンドゥです。皆さん、コンドゥです、コンドゥ。講師コンドゥ。コンドゥ。コンドゥ、これはね、抜けねえのよ。俺の右幅の体重度ぐらい抜けねえのよ。よし、二塁ランナーを走った。誰だ、ガッツさんだ。そのヒゲはガッツさんだ。揺さぶりますか？揺さぶります。はい。揺さぶって、ここ千長石です。行くよ、千長石。ぶっ払って小林。ぶっ払って小林、生きて生き返ろ小林。旗がブトゥブトゥするよ、ほんとに。オッケー、揺さぶる効果を生かしていこう。オッケー、ゲッツ、ゲッツ、ゲッツ取らなくていいけど、ゲッツ取らなくていいけど、オッケーオッケーで、まあまあまあ、ゲッツ取れていいや。素晴らしい、素晴らしい。いい守備ですね。おー、しかもさ、ナイスホームラン。そして千葉もよう出た。えらい、赤付け、赤付け。お前の出番だ。お前の出番だよ、赤付け。決めちまえよ。赤ずきん、非力の赤ずきん。まだ非力だ。まだ狼は倒せないよ、それじゃ。狼に食べられちゃうと思うんで、きっと。まあ、その代わりに太郎要素がね。残りの太郎がきっと食べられないんだよ。20本。3割6分後に20本か。いいな。ミスってどうしてんの？まあ、まだまだだけどね。まだまだだけどね。鈴木優、ノリノリです。はい、まあ、まだまだですけどね。まだまだですけど。はい、まだまだです。オッケー。内から点取れるもんだね、取ってみ。俺のくしゃみが待ってるよ。くしゃみで応援してるよ。マジでくしゃみ。うわ、オッケーオッケー。ナイス。ごめん、デビッド。許してくれ、この時期は。
本当に僕無理なんだ。鼻が本当にやばいの。だから今日さ、鼻声でさ、見てる人いいじゃん、頭で配信者で。そんなんじゃねえから。次元が違えから。鼻声の次元が違えんだよ。もうこっち鼻詰まってっから。息止めれば死ぬから。死んでやろうか、こら。背中し。行きましょう。背中し。飛んで頼め。うまい。もう今、ずっと喋ってる状態でさ、息継ぎしないと死ねるからね。あ、いや、死ねるって言ったら、YouTube さんにバンされるかもしれない。ごめん。なんか俺のチャンネル健在なんだよね。NHK だ。いや。まるで NHK があってな。よし、小林。ぶっ放ってやろうぜ。行ってやろうぜ。小林。時期うまいよ。もうだいぶ、私の肌が持ってます。ちょっと息が持たない。中岡ここ、普通に行きましょうか。センター返しで。頼む。中岡。お前なら OK! お前ならいける。戦う顔をしているね。いいよ。いい戦う顔だった。番長さん、ここも転がせに行ってみましょうか。レッツ転がせ。レッツパーリナイ。ナイスナイス。カットができねえ。ちょっとそうそう、鼻かみてえからカットしてんだけど、意外と打線繋がっちゃうんだよね、こういう時に限ってね。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、流し打ち。確定弾決めちゃえよ。亀田さん、亀田さん。オッケー、入ったこれ。入った、あ、切れるんだ。切れるんだ、これ。切れたんだ。オッケー、おー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 、なんかデジャブ、デジャブっぽい当たりやったわ。肌が本当にきつい。トーファイト、戦う君の歌を、田中はない誰かが歌うんだよ。超ファイトだったから、さっきよりもビブラートを上げて。では走りまーす、走りまーす。オッケー、ナイスチーム。いいね、東京ディズニーシーに行けそう。よし、お前今日から東京ディズニーシーな。はい、行け。赤月マジで頼む。赤月マジでぶっ払ってくれ、お願い。一本目のホームランを打とう。ここでいざ行かん。どっかヒット、あエラーか。まるでエラーのようだ。いや本当にエラーだったんだ。アウト、クイタキュー、そこにセンキューゲッツー。な、何カッコつけてんの今。今のはさすがに赤月カッコつけたでしょ。何惚れてる女の子の目に来てた、そういうこと。アピールの場に使われちゃった俺、この甲子園という素晴らしい舞台を。女の子との手引きで使ってしまったってことか、小野さん。伊勢話してやろうぜ、小林。お前、憎たらしいだろ、小林が。小林、おぉ、赤月だ。エクスペのパトラーナー関係、行こう。マジで行くぞ、マジさん。俺はこの後編集して風呂に入るんだ。風呂入ってからペナントの動画を撮るんだ。オッケー、勝たないぜ。ペナントの動画を俺も撮りてんだ。撮ってやろうぜ。ペナントの動画。2本撮るんだ。僕は何としても2本撮るんだ。できれば3本撮りたいんだ。でもドラムも叩きたいんだ。ただ時間がちょっと遅すぎるんだ。俺には時間がない。もっと時間をくれ。もっと時間を、もっと時間を、もう、あの子鼻が通ってよ。もっと時間を君に届けたくな、え、今の逆の判定じゃね、もっと時間を、もっと時間を、もっと時間を君に届くように、もっと光よっていい歌だよ、ブルーエンガルトさんも。いや、いいよなぁ、なんか、なんだろう、うん、なんて言ったらいいんだろうね。なんか疾走感のあるロックか。疾走感のあるロックって好きだわ、やっぱ。なんか、落ち込んでる時にも聴けるし、なんかテンション上げたい時にも聴けるし、万能だよね。疾走感のあるロックって。はい、スピュー。チャンス F にしたら、小林お前、赤徳前やん。ただただ赤徳付きやん。ちょっと先さ、野球選手止まっていい？また皆様、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。怪物が赤ばっかりになるか、ボゲー。オッケー、あ、花井の F、お後がよろしいようで。バイバーイ。